先月の全国の完全失業率は 2.3% と2ヶ月連続で改善しました。総務省の労働力調査によりますと、先月の完全失業率は 2.3% と前の月に比べて 0.1 ポイント低下しました。また完全失業者数は162万人と去年の9月より28万人減少し、100ヶ月連続の減少となりました。一方、就業者数は6715万人と去年の9月より119万人増え、15歳から64歳までの就業率は 77.3% と比較が可能な1968年以降最高となりました。総務省では雇用情勢は着実に改善しているとしています。